そういう時代だったと思うんで。まあ、ただあの試合でもシーズン終わっちゃったんだよね。そうだよね、はい、いやだから僕自身が後ろめたい気持ちがあるっていうのはそういうところなんだな。25年の時を経て初めて明かされる駒田のシーン、その後ろめたさとは。僕はいっぱい暴言吐いてきたけどな、自分で、ね、ファンとか世論に後押ししてもらった暴言はこれだけだから。したことない発言を聞いて激怒した巨人ファンは多くいたという。それに僕は乗ってしまったっていう。普通は乗らないんだって。普通は言わないんです。言うけど言うんだけど、巨人ファンの勢いとか世論とかそういうもの、自分が乗ってしまってやった行動だから、それ大事なの。それはやっぱり僕のその第三戦の発言がやっぱりそっちの方が一番ね。